さあ、はい、まあ、もうそれは再三言ってるんですけども、はい、もう川端選手の後ということは、ね、じゃなくてこの後がどうなってるんですかということをね、はい、聞いてるんですよね我々はね、はい、実はね、いけるんですかと。上野さんいいでしょうかね。はい、では行きますよ。カーナンバー78、上野隆博。さあ、ゼッケン78番ジンベルテックスバリのこの RCV バリのレクサス、北海道でね、デビューしたんですけれども、はい、北海道をもちろんぶつけシェイクダウン、はい、そしてこの恵比寿に入ってやっぱりトラブル続出、まだまだこの新車、それでも頑張る上野隆博。さあどうだ、レクサス RC 飛び出しからギュッときた、そしてカーブをつける、つけてくる、届かない、小さいところ、それでも練習走行から比べると相当レクサス RC 2本目さらに狙ってくるのか、ベテラン上野今飛び出しからちょっと今戻しがあったが、そこからさらにずっと角度をつけて回し込んだ、戻った、完全に戻り、いやーこの辺おかしい、やはりこういったところ思い切ってはいけませんでした。